私のセンサーがこの飛行艇の中に大きなマグネフィールドを発見したです。もしアルペジオがクロックベルクの組み立てを始めていたとしたら、ここで見つけられるはずです。了解、今行く。無駄な時間はないですよ、スライ。飛行艇へ行って偵察写真を撮るです。計画を練るにはクロックベルクの完成度を確認しないとです。焦るな、ベントレー、任せとけって。ベントレ、確かに形は組み立てられてるが、まだ完全に復活したわけじゃない。予定通り写真を撮るからな。確かに情報を集めて計画を立てるのが先です。クロックベルクの頭とメカエッグとあの回転しているマグネフィールダーの写真を撮ってください。今後重要な気がするです。ガードには気をつけるですよ。もし見つかればもう二度とチャンスはないですから。メカエッグから危険な反応が。近づきすぎないでくださいですよ。マグネフィールダーがクロックベルクのパーツをつなぎ止めているようです。クロックベルクはまだ復活していない。私たちにもチャンスはあるです。スライ、飛行艇の前の方で話し声が聞こえるです。アルペジオだと思うです。ナイラ、ナイラもいるですか。あそこにいるです。この飛行艇のキャプテン、私たちの頭痛の種です。信じられないです。彼女はずっとアルペジオとグルだったです。写真をじっくり見なくてもこれははっきりしているです。ナイラとアルペジオがクロックベルクのパーツを組み立てようと共謀していたのは明らか。しかもそれが完成するのは危険なほど近いです。なあ、ベントレー、お前さんの実力を見せる時だ。急いで攻撃方法を考えてくれ。クロックベルクの復活だけは何としても止めないと。あのマグネフィールダーがクロックベルクのパーツをつなぎ止めているようです。あのマグネフィールドを反転させられればバラバラにできます。残念なことにマグネフィールダーのコントロールステーションのロックはとても厳重です。パトロールしている4人のガードから鍵を奪うです。回転レールの一番高い場所でマグネフィールダーのフィールドを一つ一つ反転させるですよ。了解した。Thank you.
トロールステーションへ行ってマグネフィールダーの回転スピードを落とすです。マグネフィールダーの回転が遅くなったです。今のうちに登ってそれぞれのフィールドを反転させるです。ベルクのパーツがうまくつながった。すごいぞ。スライクーパー、これはもちろんあなたの仕業よね。おお、ミスタークーパー、マグネフィールドを反転させればあの鳥がバラバラになると思っていたのですか。ところが結果は正反対だ。私は嬉しい。あれが完成した暁には自らがパーツの一部となってよみがえることができるなんて。それが理由か、これの永遠の命。不老不死こそ私が求めるもの。他のクローギャングのメンバーはあまりにも間抜けすぎた。やつらはクロックベルクの一部のみを使うことで満足していた。でも私は違う。私にはあれの本当の力が見えるのだ。不老不死の扉を開ける鍵であることが。ということはだ、最初からお前とナイラは俺が他のクローギャングのメンバーからパーツを盗み出すように仕向けて、そして最後に奪っていったのか。自分の手は一切汚さずに。忘れたのクーパー、あんたたちをおびき寄せたのは私。アルペジオと一緒に今度こそクロックベルクのパーツを自分で集められるチャンスだと思ったのよ。ああ、だがパーツを集めるのは目的の半分。なあクーパー、どうしてクロックベルクが何百年も生きられたと思う？クーパー一族への恨みか。そう、その通り、憎悪だ。その憎悪に比べたらパーツやワイヤーの組み立ては子供の手をひねるようなものだったよ。それが理由なのか。かわいそうに、なんてナイーブなんだ。私の素晴らしい頭脳がその方法を思いついたのさ。お前のカバな友達がスパイスの食べ過ぎは怒りの感情と催眠術に影響されやすくなると証明してくれた。催眠術のエキスパートのコンテッサが点滅する光を使って人に命令を下す方法を考えたのだ。私がこの飛行艇を作ったのはその波長の光を放出するためだ。問題はその波長の光をどうやって集めるかという点だった。オーロラか。オーロラエネルギーを使ってみんなを催眠状態にしようっていうのか。ああ、違法なスパイスがたっぷりかかった食べ物を食べていた奴らをな。
デミトリのナイトクラブのおかげで町のやつら全員にスパイスを食わせてやれたよ。催眠術で作られた怒りのエネルギーでクロックベルクを起動させるのか。そんな無茶な。そうかもしれない。だがクロックベルクから永遠の命をもらうのだ。おお、私の新しい体。ナイラ、クーパーから目を離すな。バカね。私はクーパー一味もインターポールもカルマリータも裏切ったのよ。あなただけは特別だとでも思っていたの？ふざけるな。お前は私のパートナーだが、それは私のものだ。クロックベルクから降りるんだ。やめろ、やめろ。我こそナイラ・ベルク。